た。やめてくれ。行かないが、安くしてあげるよ。
調子はどうかね。元気にしていたかい？その言葉を待っていたよ。よろしく頼む。おお、頑張ってくれたようだね。また顔を出してくれよ。元気にして。その写真があるなら見せてもらおう。他にも欲しいものが？また顔を出してくれよ。会えて嬉しいよ。本当かい？ぜひお願いしたいね。この改造がしたいならもっと書物を集めてほしいな。僕の推測では君をあえて そうかい。な、用は済んだかな。またね。おい、あんた、ちょっとこっちに来てくれよ。あんた、酒持ってねえか？俺らのは飲み干しちまったよ。さっき見た時はあったはずなんだがな。
じゃ。ん？酒じゃねえか。投げて渡すとは。あんた水郷だな。そこのお方、ちょっと手を貸してくださいよ。呼び止めてすみません。ちょっと面白い話がありましてね。近くに住む本草学者がミイラになりたがっているんです。彼の代わりに必要なものを集めてほしいんですよ。ほら、あなたの腕前ならお茶のっこさいさいでしょ。おっと、こりゃしっけ。自己紹介がまだでしたね。私は須藤義蔵と申します。何、ただの噂好きの町人ですよ。世の噂や騒ぎを書き綴るのが好きでしてね。あ、ご存知ない、藤岡屋日記というものを出版しているんですよ。とにもかくにもミイラになるにはあれこれと入りようだとか、学者さんの代わりに取ってきてくれませんか。何でも研究が正しかったと己の身をもって示したいんだとか。あ、いやはや、なんともキーなお方。それは長女、あなたなら手を貸してくれると思ってましたよ。まさに旅は道連れ、世は情けってね。おっと、しっき、必要なものはこちらに書いておきました。私は学者さんにもっと詳しい話を聞いておきますから。本当なの？
かった。私は珍しい品を商っていてね、危うくあいつらに奪われるところだった。あんたは命の恩人だ。好きなものを持って行ってくれとは言えんが、見て行ってくれ。きっと欲しいものがあるよ。いかがいたしましょう。他にご用件は？ありがとうございます。またどうぞ。あんまり稼いでそうだな。俺らにくれよ。あんまり稼いでそうだな。俺らにくれよ。
おい！覚悟はできてんのか。痛い目見ねえとわからねえようだな。上等だ学者さんたちはよ。
めえは邪魔するんじゃねえ。いや、命あってのものだね。来てくれて本当に助かりました。しかし、いきなり襲われるなんて、なんという不運。それがさっぱり、学者さんも身に覚えがないそうで、誰かと勘違いされたんじゃないですかね。にしてもただものではないと思っていたが、これほどとは。やはり私の目に狂いはなかった。おっと、紹介が遅れた。彼が噂の本草学者ですよ。君が柿と塩を集めてきてくれたのか。礼を言うよ。わずかばかりだが報酬だ。受け取ってくれ。柿の種に体が腐るのを防ぐ効能があるのだ。いずれこの私の実がその証となってくれるだろう。もちろん。そうだ、須藤さん、君の日記に記しておいてくれ。後世に機会があれば掘り出してみよと。書いておきますとも。あなたもご苦労様。袖振り合うも多少の縁、あなたとはきっとまた会いますよ。嘘みたい。なんですよ。本当なの？おお、おまんか。わしは昔しょっちゅうここへ通い寄ったんじゃけんど、最後に来た時あることにケリをつけておらんくての。いくらおまんでもそれを言うわけにはいかんぜよ。今日のところはここに入る踏ん切りがつかん。
他の依頼を先に片付けんかい。すまんの、お祝いここの件もちゃんと片付けるき。変わりないか。今日はどうした。よろしい、モーセ。旗からはそう見えているのか。この時世だ、つい険しい顔になっていたかもしれん。常に思案すべき難題が山積している。おかげでキセルが手放せん。タバコなど贅沢だとは分かっているが、もしやめればこの顔はさらに険しくなろう。そうか、ではな。こちらじゃ。おお、そなたか。今は勝の下で働いておるようじゃな。ならば一つばかり頼みたい仕事があるのじゃが。私は先の将軍の妻じゃぞ。隠し立てなどできようものか。というのはただのざれ事じゃがの。勝は幕臣、私と関わりがあるのも妙なことではなかろう。頼みたい仕事というのは幕臣らの警護じゃ。先の大獄以来、幕府を憎む者は増える一方ゆえ、近頃妙な胸騒ぎがしてならぬのじゃ。とはいえ確たる証もないまま人を動かすこともはばかられる。それゆえ私の一存でそなたを雇いたい。他に尋ねておきたいことがあれば答えようぞ。と言い切れるようなものはないの。私の思い過ごしであればそれはそれでよいのじゃが、幕臣らの警護の任引き受けてくれるか。ありがたい、勝が真を置くのにもうなずける。何かことが起こるとすれば皆が下城した後であろう。しばしその辺で待っておれ。どうやら
私の胸騒ぎは正しかったようじゃ。勝につけていた護衛が戻ってこぬ。高橋デイシューじゃ。あれも相当な手だれゆえ心配無用と思うてはおるが、よりによって今勝を失うわけにはいかぬ。私も共にあの者らのもとへ向かおう。何が起こっておるのか、この目で確かめたいのじゃ。危険だというのなら、そなたが私を守れ。よいな。これ以上の問答は無用じゃ。では、参るぞ。しかし、この鳴りでは馬を操るのもままならぬ。すまぬが、そなた、後ろに乗せてもらうぞ。行くぞ。誰かと共に遠乗りなど、父上の馬に乗った時以来かの。勝は隅田川の花火の檻にも何者かに襲われておる。もっと用心しておくべきじゃったの。勝は日の本のため働ける男じゃ。そういうものは決して死なせてはならぬ。賊が待ち伏せておったか。私はしばし離れておるゆえ、もうそなたに知らせようぞ。気持ちでござる。感謝いたす。バクが腰抜けが何人集まろうと敵じゃねえか。お前さんか、あいつありがてえ。ワックスに味方するならまとめて切るまでじゃ。
なとこで中央この方のためにも死なないけんよく思ったぜ。手間取らせちまって悪いな。しかし、あんた薩摩もんかい。やったらなんじゃ。やれやれ困ったことになったぜ。あの方に知れたらどうなるか。無事、騒ぎも収まったようじゃな。勝も高橋も無事で何よりじゃ。して、その男が。そなた、中村ではないか。お、初姫様、内御殿。それはこちらのセリフじゃ。大老の死を帰化として薩摩は幕府と和睦したというに、何故かような真似を。恐れながらそれは間違ったると思います。勝手に開国した幕府は倒されるべきでごわす。西郷さんもそういうに違いあいもはん。知れ者が。あの西郷ならば勝を切ろうなどとたわけたことは考えぬわ。これ以上のご託は聞きとうない。沙汰は追ってくだす。され。許せ。よもやみ知った顔であるとは思わなんだゆえ。近頃薩摩の江戸屋敷はちと妙な様子であった。今思えば私の胸騒ぎの正体はこれだったのじゃろう。こたびの件はひとえに薩摩の不手際。その方らにはとんだ迷惑をかけた。すまぬな。確かにそなたに身を預け馬に乗るのは楽しかった。いずれ気があればまた乗せてもらおうかの。さてこの後のことですがね、中村を処断して薩摩とこじれても面倒だ。こたびの一件なかったことにするのが得策かと。気を回させてすまぬな、勝。そなたにも感謝せねばならぬ。この恩には必ず報いよう。
そろそろ。会えて嬉しいよ。本当かい？僕の水今日のところはここに入る踏ん切りがつかん。他の依頼を先に片付けんかい。わかったわかった、これも日本を新しくするためじゃ。八郎さんならこの刻限は道場にいるち思うが。久しぶりだな、龍馬。ああ、ご無沙汰じゃった。今日は八郎さんに頼みがあっての。この日本を変えるため、わしは今、幕府の立て直しを考えちょる。八郎さんのような剣豪にも手伝うてほしいんじゃ。幕府の立て直しね。そいつはすごいな。少し考えさせてくれ。それはそうと、千葉の鬼小町殿がお前を待ちかねてたぞ。坂本様、いやだか、お待ちしておりました。私と祝言を挙げに戻ってきてくださったのですね。サナ殿も久しぶりじゃのう。すまんが、今のわしにそういうことを考える余裕はないんじゃ。おや、約束を反故にするおつもりですか？どうしても嫌だとおっしゃるのなら、私と勝負してください。わかったぜよ。じゃけんど、昔からおまんが相手じゃと、どうしても手加減してしまうじゃろう。こいつは、わしと並ぶ腕を持ちょる。代わりに立ち会うぜよ。この方と。納得はできませんが、それで約束を果たしてくださるなら、私は構いません。ええ、負けませんよ。坂本様は必ず。面白いことになってきたが、部外者を引っ込んどくか。いざ勝負です。千葉周作がめい、千葉さな、参ります。さあ、なんて腕の立つお方。見切られた。まだまだ。やっ、
私が昔のままとでも大思いですか。まだ動けます。サナの、もうええだろ、諦めるんじゃ。私は おい、サナ殿。すまんの、今回も助かったぜよ。ご苦労さん。サナ殿と龍馬ならどっかへ走って行ったぜ。今は二人きりにしといてやれ。ところで、そもそもは俺に幕府の立て直しを手伝えって話だったよな。お前が勝ったら手を貸してやる。悪いが、全力で行かせてもらう。龍馬が頼みにするだけはあるな。負けだな。武士に二言はない。手伝ってやるよ。ああ、従うとしよう。八郎、何かありましたか。サナと龍馬くんが飛び出していったようですが。ああ、千葉先生、お騒がせしてすみません。こいつと少しやり合いまして。見ない顔ですね。事情を聞かせてもらえますか。おやおや、龍馬君にも困ったものです。いい加減に腹をくくってくれればよいものを。こいつは龍馬の連れです。
幕府立て直しのために二人して腕の立つ剣士に声をかけて回ってるんだとか。実は俺もこいつに敗れてしまいまして手を貸すことになりました。ほう、免許皆伝の八郎に勝つとは。せっかくですし小谷道場にも行ってみてはいかがですか。師範の小谷殿は江戸で最も剣士に顔の広い御仁、きっと力になってくれると思います。ぜひまたうちにも顔を出してください。龍馬くんの友人なら遠慮はいりませんよ。